はい、こんにちは、116インズです。さて、現地8月11日からシアトルで行われるマリナーズとオリオールズの3連戦にて、長年マリナーズで活躍したピッチャーフェリックス・ヘルナンデスがマリナーズの球団殿堂入りを果たします。マリナーズでは昨年イチローさんも球団殿堂入りを果たしていまして、ヘルナンデスが11人目の球団殿堂入り。キング・フェリックスの愛称として親しまれ、そのニックネームの通りマウンドでは王様のような活躍を見せてきたヘルナンデスのこれまでのマリナーズでの功績を称える3連戦となりそうですが、今回はそんなキング・フェリックスのキャリアを振り返ろうと思っています。ヘルナンデスのプロ入りは遡ること21年前の2002年7月、ベネズエラ出身の彼は16歳でマリナーズとプロ契約を結びキャリアをスタートさせています。マリナーズはヘルナンデスを14歳の時からスカウトし、家族を含めた関係構築を丁寧に行った結果としてヘルナンデスを射止めることができたみたいですね。ただ彼との契約にはヤンキースやブレイブスといったチームも興味を示していて、なんならこれらのチームはマリナーズを上回る金額をオファーしたともされていますが、当時のマリナーズにはヘルナンデスと同じベネズエラ出身で彼の憧れでもあるフレディ・ガルシアが在籍していまして、それもまたマリナーズ入りを決める上で影響したともされています。翌2003年からマイナーで投げ始めたヘルナンデスですが、マイナーでは力の差を見せつけ、2004年18歳のシーズンでダブル A まで到達。10代でマイナーを駆け上がっていましたので、基本的に彼は自分よりも年上の選手たちとばかり対戦していたわけですが、それでも全く苦にすることなく結果を残し続け、契約からわずか3年後の2005年にはメジャーの舞台までたどり着きます。2005年のマリナーズは早々にプレーオフ争いから脱落していましたので、それもまた彼の昇格を後押しした側面はあれど、8月4日のタイガース戦でデビューしたヘルナンデス、19歳と118日での MLB デビューはピッチャーとしては史上2番目の若さでのデビューと、いかにヘルナンデスが特別な才能であったかがよくわかりますね。でデビュー戦も敗戦投手となってしまいましたが、5回2失点自責点1の好投、100マイル近い力のあるボールを武器に1年目からインパクトを残し、この年12先発で防御率 2.67、 19歳のピッチャーとは思えないような成績を早速並べます。今よりも平均球速が遅い時代でこれだけ速いボールを投げる19歳の先発というのがまず衝撃でしたし、また野球最高峰の舞台に全くおじけづくことはなく、堂々としたマウンドさばきで、なんならメジャーのバッターたちを上から見下ろすくらいのふてぶてしさもありましたし、本当にこれがルーキーなのかと。当時 NBA ではレブロン・ジェームズが新人離れした活躍を見せて、キング・ジェームズの愛称がすっかり浸透していましたが、鮮烈なデビューによって一躍野球界のスーパースター候補となったフェリックス・ヘルナンデスと同じように、キング・フェリックスと呼ぶようになるのはごく自然な流れで、しかも彼の投球スタイルからしてもまさにぴったりなニックネームでしたので、割とすんなり定着した印象もあります。ただそんなキング・フェリックスですが、すぐにスター選手へ成長したわけでなく、少し伸び悩んだ時期もありました。2006年からマリナーズの先発ローテーションに定着し、毎年190回以上投げていましたので、20歳そこそこの選手としては十分すぎる活躍であったものの、やはり見ている側としてはデビュー直後に見せたような活躍を期待してしまうもの、防御率3点台中盤4点台とかではなかなか満足できず、もちろん時に王様らしい姿は見せながらも、シーズンを通しての安定感にはまだ欠ける部分もあった印象です。2006年のスプリングトレーニングでは目標体重を超過した状態でキャンプインをするなど、年齢相応の未熟さもまだまだあったような時期でしたね。そんな時期を乗り越え、2009年ついにキングへの階段を本格的に上り始めます。5月中旬までは前年までとあまり変わらないような感じで防御率も 4.13、 まあ今年もこんな感じかと思っていたところ、ロブ・ジョンソンと本格的にバッテリーを組むようになってからピッチングが好転、チームがずっと待っていたエースらしさを見せるようになります。5月24日以降の25先発で防御率は驚異の 1.98、 またその25先発中実に24試合でクオリティスタートも達成するなど、ゲームメイクの面でも安定感は抜群で、初めてのオールスターにも選出されました。マリナーズはこの前年の2008年に101敗を喫していましたが、2009年は一転して85勝と V 字回復していまして、その一因にはヘルナンデスの才能が開花したことも挙げられるでしょう。シーズントータルではリーグトップの19勝、防御率 2.49、 ベースボールレファレンス算数のウィンザボールプレイスメントで 5.9 といずれもキャリアハイの成績を記録し、サイヤング賞こそロイヤルズのザック・グレインキーに譲りましたが、投票では堂々の2位、リーグ有数の先発投手への成長を見せた1年にもなりました。ヘルナンデスの勢いは翌年も止まりません。この年も5月中旬くらいまでは微妙なピッチングが続いていましたが、それ以降は前年を上回る安定感で5月27日以降の27先発で防御率 1.84。 2010年のマリナーズは歴史的な得点力不足に悩まされていて、ヘルナンデスが7回8回をほぼ完璧に抑えても全く援護に恵まれないという不憫すぎる試合がいくつもありましたが、それでもめげずに試合を作り続け、34先発で13勝12敗ながらも249回3分の2を投げて前年を上回る防御率 2.27、 ウィンザボールプレイスメント 7.2、
この内容で13しか勝てなかったのが当時のマリナーズの貧ダブリを物語っていて、しかも今よりかは投手の勝ち星がまだ評価されていた時代でしたので、これが特にサイヤング賞投票でどう評価されるのか少し心配もされましたが、前年に逃したサイヤング賞を無事に今回は受賞。マリナーズの選手としては1995年にランディ・ジョンソンが受賞して以来、15年ぶりのサイヤング賞受賞ともなりました。2010年のマリナーズはヘルナンデスがサイヤング賞級のシーズンを送った以外は、バーンズの自転車逃亡を筆頭にほとんどいいところがなく、最終的にはシーズン101敗を喫するあまりにひどい年でしたが、5日に1回マウンドに上がっては相手を圧倒するヘルナンデスの姿はまさに希望であり、サイヤング賞を取ったことで本当にキングとなった彼を見て、ファンは涙したのでした。サイヤング賞受賞後も大きな怪我なく毎年のように200イニング以上、しっかりクオリティも伴って達成するなどエースという存在に抱く理想を全て叶えてくれるような選手だったヘルナンデスですが、彼のキャリアを語る上で2012年の完全試合もやっぱり欠かせないでしょう。2012年8月15日のレイズ戦でヘルナンデスは MLB 史上23例目となる完全試合を達成。マリナーズの選手としては史上初の快挙達成ともなりました。2012年の MLB はこの年だけで完全試合が3つも達成される異例の年で、ヘルナンデスが3つ目なんですけれども、1対0とほぼ打線の援護がない中、いつホームランを浴びて同点になってもおかしくないような状況下で、レイズ打線を完璧に封じ込んでの12奪三振。ノーヒッターや完全試合では野手がビッグプレーを見せて大記録を守ったりすることも多い印象ですが、ヘルナンデスの場合はバットに当ててもヒットらしい当たりすらも許さない、これぞパーフェクトと呼ぶにふさわしい内容でしたよね。最後は見逃し三振で完全試合を達成しているんですが、決めた瞬間の立ち振る舞いも絵になるというか、なんかこう本当にマウンド上のキングに上り詰めた、そのようにも見える瞬間でした。2009年から2015年までの7年間で6回オールスターに選出され、唯一オールスターに選ばれなかった年はサイヤング賞に輝いたキング・フェリックス。この期間合計の成績は MLB でもトップクラスで、クレイトン・カーショーというこれまたズバ抜けた存在がいましたので彼には劣るかもしれませんが、イニング数とクオリティスタートは同期間の MLB トップ、脱三振、非 OPS、防御率、ウィンザブルプレイスメントはいずれもトップ3に入っていますし、量と質どちらもこなしてくれたのがフェリックス・ヘルナンデスというピッチャーであり、キングというニックネームに恥じない選手へと成長してくれたのかなと。当時のマリナーズは決して強いチームではなかったかもしれませんが、ヘルナンデスはまさにチームの宝でした。しかしチームが強くない中でこれだけズバ抜けた活躍をヘルナンデスが見せていた以上、トレードの噂もたびたび出るようになっていました。特にヤンキースやレッドソックスは彼の獲得にかなり興味があったとされますし、トッププロスペクトを相当数含めたパッケージを差し出す準備があるともされていました。チームの低迷も長期化していましたし、ヘルナンデスがいても勝てないのであれば、彼をトレードしてプロスペクトを手にするのも編成としてはまあ当然なくはないのかなと。マリナーズも過去にランディ・ジョンソンやフレディ・ガルシアといったエース格のピッチャーをトレードしてきた過去があるだけに、いつまでヘルナンデスがマリナーズのユニフォームを着るか不透明な部分もありましたよね。ただそんな中でヘルナンデスに対して全力のサポートを送ったのが現地のマリナーズファンたち。2011年からシアトルで行われるヘルナンデスの先発試合限定で、キングスコートと呼ばれる彼専用の特別応援席が設けられ、お揃いの黄色い T シャツを着たマリナーズファンたちがヘルナンデスがバッターを2ストライクに追い込むたびに大声で三振を意味する KKK を連呼して、前先発彼を後押し、その思いにチーム、そして本人が応えてくれましたよね。マリナーズはヘルナンデスのトレードだけには応じず、またヘルナンデス自身も2012年オフにマリナーズと7年総額1億7500万ドルにて契約延長。マリナーズに残る選択を下してくれたわけです。会見ではシアトルが自分のいたい場所であることなど、こういったところの熱い思いを語ってくれ、シアトルへの愛を貫いてくれました。マリナーズは立地的な問題やチームの低迷も相まって、なかなかスター選手が定着しない、どちらかといえば選手が出ていくことの方が圧倒的に多く、そういった別れも数多くファンは経験してきて、ヘルナンデスに関しても同じことを覚悟してた部分もあったわけですが、チーム、町への愛を示してくれた、彼が見せてくれた並々ならぬ愛で、多くのファンは報われたと思いますし、何よりシアトルでキング・フェリックスであり続けることを選んでくれた、これ以上に嬉しいことはないですよね。ずっと届いていませんでしたが、エースのキングと共に久々のプレーオフ、そして初めてのワールドシリーズ、ワールドチャンピオン、どれもが叶うことを信じていました。しかし現実とはなんとも非常なものです。彼がいる間にそれが叶うことはとうとうありませんでした。まずそもそもとしてヘルナンデスが真の意味でキングでいられなくなっちゃったんですよね。こちらはヘルナンデスの速球の平均球速を年別に示したグラフですが、デビュー直後は90マイル中盤、サイヤング賞を取った2010年も平均で94マイルを投げていたヘルナンデスですが、年々球速が下がってしまい、2016年あたりからはいよいよ歯止めが効かなくなってしまいました。90マイルを出すのがやっとというような状態で、2018年からついに90マイルを下回るほどに、追い打ちをかけるかのごとく2016年以降のヘルナンデスは怪我も増え始めます。まあ2006年以降11年連続で200イニングに近いか、あるいはそれ以上の負担を担ってきたわけですから、それでここまでほぼ無傷で来た方がむしろ奇跡に近く、今思えばヘルナンデスの体に限界が来ていたと考えるべきでしょうか。
急速低下と怪我のダブルパンチによって成績は急激に下降線をたどってしまい、2016年以降の防御率は 4.89、 本人も投球スタイルを変えるなど様々試行錯誤している様子は伺いましたが、根本の問題を覆い隠すほどの変化は出せず、7年契約最終年となった2019年の防御率は 6.40、 かつてキングとして鳴らした姿はもはや完全に失われ、残念ながら MLB で投げるレベルにもないような状態でした。マリナーズも2019年から現在のチームの礎を作ることとなった再建に突入し、ベテランのヘルナンデスはそのチーム構想にマッチしないことから契約延長とはならず、2019年がマリナーズでプレーする最後の年となることは誰の目にも明らかでした。2019年9月26日、ホームで行われたアスレチックス戦、ヘルナンデスはシアトルのファンの前で最後のマウンドに立ちます。彼のおそらくマリナーズでは最後の登板になるであろう試合を見ようと、非常に多くのマリナーズファンが詰めかけ、さながら球場中がキングスコートとなる中、もはや往年の球威はないながらも、かつてキングと呼ばれた意地を見せるかのように粘りのピッチング、5回表2アウト満塁では左中間の打球をレフトのディラン・ムーアが超ファインプレーを見せるなど、バックの盛り立てもありまして6回途中3失点、6回最初のバッターを打ち取ったところで交代となりましたが、長年低迷期を支えたカイル・シーガーとのハグ、そしてヘルナンデス本人も目に涙を浮かべながら大歓声でマウンドを降りたあの瞬間は今見ても泣けますし、ファンからのあの歓声もマリナーズに全てを捧げた大投手に対する最大限の感謝の気持ちなのかなと、そういったものに近いのかなと思っています。ヘルナンデスはマリナーズ退団後はオリオールズ、ブレイブスとマイナー契約を結びましたが、不幸にもコロナ禍と重なったり怪我もあったりでメジャー昇格とはならず、正式に引退こそ表明していませんが、どこのチームにも所属せずに昨年21年ぶりに進んだプレーオフで始球式を務めたり、今回こうして球団殿堂入りするあたり、復帰の可能性は限りなく低そうです。通算成績は419試合418先発で169勝136敗、防御率 3.42、 2524奪三振、ウィンザブルプレイスメント 49.7、 十分輝かしい成績かと思いますが、あれだけ若くデビューしてバリバリやってきましたので、200勝3000奪三振、そしてアメリカ野球殿堂入りするだろうと思っていた部分もあるだけに、急激な衰えの残酷さも感じるところです。また彼がいる間にプレーオフにすら行けなかったのも悔やまれますよね。前世紀の彼は短期決戦でどんなピッチングを見せてくれたのか、それを知る機会がとうとう来なかった暗黒期、憎いです。今後彼の功績は暗黒期に埋もれてしまう部分もどうしてもあるかもしれませんが、ただその圧倒的なピッチングでチームの希望であり続けたことを、マリナーズシアトルへの愛を貫いてくれたこと、マリナーズ一筋でこれだけの成績を残してくれたこと、私にとってキングフェリックスはこれからも永遠にキングです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。